さんこんにちは。今回は東京の Vlog をなんと7日間撮影しました。連日ではないんですけど7日間をギュッと凝縮して Vlog にしました。ダメなす。はい、イメチェンしたゆかさんです。はい何時間かかった？でも3時間で、うん、あ、本当？私も明日部分的にブリーチなんだよね。そ、聞いた？聞いていいから。それ聞いてよかったやつですか？全然いいし。昨日このネイルを変えました。ちょっと夏らしい感じで左手と。ラブちゃん、ラブちゃんが映るね。まだ私のことが出てこないみたいで。やった、いただきました。小倉と、あ、小倉と初めて、自分のこういうの見るの初めてなんですけど。そうだよ、しかもロックな、確かにファンキーな感じ。いい感じ、なんかシルバーのジュエリー映えますね。これ終わりじゃねえか。いい感じです。かわいい。ですね。ここでしょ。あ、そうです。後ろにグッと。お家に届くようにすればいいかな。怖っ。おしゃらむ。いや、これはジュエリーが可愛いんです。ジュエリーが先生の方じゃなくて。自分のことですか。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。かわいい。フェス行くの今から。かわいい。ありがとう。ありがとうございました。やっぱ美容室行くと気分上がりますね。ね、なんか髪の毛ヘアスタイル変えたりとかネイル変えたりとか洋服買うとすごいテンション上がるので、スカイブルーでしてみました。おはようございます。ありがとう。めっちゃね、ゴミとかめっちゃ。おはようございます。おはよう。ちょっと密着して。ちょっとバナナで。バナナでつけようと思います。はい、お願いします。大丈夫、いらない？大丈夫です。ありがとうございます。食事の心配をしてくれるひかりさんです。今日はひかりさんのパーク撮影に同行させていただきます。あのお水よかった。本当に。ありがとう。出します。でもなぜか直営店出勤の日はけど、なんか生姜焼き定食とかでも。もうお昼の話。ジュエリーのニョジェニョニョってなっちゃった。かわいいです。他にもシルバーに。かわいいよね。いや、かわいい。もっと欲しい。私もっと欲しい。あの、作ったもっと欲しい。もっと欲しい。がりです。しがりさんです。間違いないです。鍵にもつけたいし、バッグにもつけたい。超悪く。マークマガジンさんの企画、はい、YouTube 企画で、あのまさかの私がコスメ の、 あのインタビュー動画に参加させていただくことになって、ここにたくさんコスメが入っています。逆に行っていいですか？うちの合鍵をあの渡してるぐらいなので、いつでもウェルカムなので、たくさん持ってきました。でね、今日このどうしてもこのスカートにトップスを合わせたくて、でもなんか長さが長かったんです。この T シャツ長かったから朝切りました。ここはもうウエストは後ろホック、はい、ホックあの変えれないんだけど、ここをシュッて絞るとカッと上がるんだけど、これ以上上げちゃダメなんだけど。足で長くもできるんですか？長くもで、長くは多分できるけど、限界はあると思うけど。じゃあちょっと。
あと10分ぐらいで撮影が始まるので、また撮影が始まったらカメラを回そうと思います。私もう聞いちゃいましたからね、わかんない。こんな感じのラインナップです。太めをいっぱいつけてもでも見慣れてない。これ見慣れてます。むしろ安心します。はい、決まったものをずっとつけちゃうから楽しかったです。次3人で撮ろう。お願いします。いい感じに A さんがニョキニョキ面白い動き、緑を意識してくれたんだって。さすが。持ってきた。ありがとうございます。公開が楽しみです。あまり遠くない方がいいよね。去っていきたいよね。その去ってなんで、あ、たどり着きたいよね、場所に。お昼の話ですね、やっぱり。もうお引っ越す目からガッッパッサーと。パン系にチーズとかが乗ってるイメージですか、今日。そうなんです。かまやす。だって笑っちゃうよね。最高です。あ、これなんか鏡があるんで、なんかイエーイ。またグリーンだ。今日のラッキーカラーは食事までグリーンな光さんでございます。まだ帰らない人たちです。まだ私たちはまだ帰りません。今日の朝ごはんはこんな感じです。バナナヨーグルトにシナモンとアガベシロップとカッテージチーズのサラダです。と目玉焼きと。今日はスキンケアブランド、展示会に灼熱の日です。今からうちのママと妹とお茶するんですけど、はい、おやつを探しに来ました。え、ホワイト、これ新しいのよ。水色が、水色ピーナッツ美味しそうだよね。プロテインも美味しい。これも美味しかったよ。楽しいね。暑すぎる中地に来ました。私このマッシュルームって、マッシュルームとポテトって見ると絶対それに惹かれちゃう。チョコレートショップって聞くととりあえず気になるよね。このラインナップがいいですね。山椒とか全部気になるね。ハクさん、カカオキンとき、ハクさんです。頭痛いんやろ。
いいと思う。うん、ライブした。3人で新大久保、新大久保に来ました。3人で今からご飯に行きます。手がラメラメ。あ、いいじゃん。あ、それなんだ。えこれ 3? え、いけるって僕そこに座んのかと思った。いや、サルボボみたいな。すごい、食べてみたい、食べてみたい。え、これは全部タコってこと？タコっぽいです。めっちゃ美味しそう。でも確かに包んで食べてる、これ。食べ方が全然わからない。確かにみんなそうですね。念願の、なんかでも長い。私も、え、短くした。おお、すごい。あ、でもこれがでも走ってなる。いただきます。